イタドリの体がヤバすぎます。どうも皆さん、チャオモカです。ということで今回はイタドリがスクナの器になれた理由についてお話をしていきたいなと思います。このイタドリってところに関してはね、スクナの器として誕生させられたっていう風になってきているということで、イタドリの両親っていうのがね一瞬移ってきたっていうのがあって、イタドリの母親の額にはニセゲトウだったりとかカモノリトシと同じような縫い目のような跡があったんですよね。っていうところで、このイタドリの母親の中にも剣弱が入っていたのではないのかっていう風になってきているんですが、呪術改正初期からの謎といえば、なぜイタドリっていうのは1000年間生まれてこなかったスクナの器っていうものになれたのかっていうのが一番謎だった部分なわけじゃないですか。2話ぐらいでね、確か五条っていうのが1000年生まれなかった逸材っていうようなことを言っていたわけなんですけど、まあそれっていうのが母親が賢弱だってこのスクナの器となるようにイタドリを誕生させたからっていうふうになってくるんですが、単純にね人間を誕生させるだけだと意味がないと思うんですよね。それこそ賢弱っていうのはカモノリトシの体の中に入っていた時に受胎クソーズっていうね、人間と樹齢のハーフを作り出していってるわけなんですよね。そしてこのイタドリに関しても賢弱が作り出したっていうところで、もしかすると人間と樹齢のハーフになってくるのかっていうふうに気になってくるところではあるんですけど、おそらく樹齢と人間のハーフではないと思うんですよ。なぜかっていうと、樹齢との子供を産める娘っていうのは特異体質なわけなんですよね。っていうところで誰でもなれるわけじゃないんですよ。でまあ奇跡的にね、イタドリの母親っていうのがその特異体質だったっていう可能性もなくはないんですけど、ただそうなってきた場合、イタドリっていうのは人間っていうよりも受胎クソーズっていうね、長僧たちのような形で生まれてきてしまうわけじゃないですか。そして受胎クソーズっていうのはね、なんか自分自身の肉体っていうのを持っていなかったわけですよね。まあ、あれに関しては呪物として封印されていたからこそ受肉が必要だったっていう可能性もあるんですが、受胎クソーズのように人間と樹齢のハーフであればスクナの器になれるっていうのであればね、別にイタドリっていうのは新たに誕生させずとも光線の機構から受胎クソーズを取ってきてるわけじゃないですか。でこの受胎クソーズに肉体を与えた後にそれをスクナの器にしたらいいんじゃないのっていう風になってきてしまうんですよね。でもそれをしないっていうことは、ただの人間と樹齢のハーフだと器になることができないんじゃないかなっていう風に思うんですよね。それがどういうことかっていうと、このスクナっていうのはやはり呪いの王なわけなんですよね。っていうところで普通の人なら器になれなかった、だからこそイタドリっていうのは千年生まれなかった逸材っていう風になってきてるんですが、このイタドリっていうのは人間と樹齢のハーフではなくて、人間とスクナのハーフのような存在になってるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。スクナっていうのはね、もともと人間だったわけなので、人間だった頃のスクナの一部っていうのをイタドリに組み込んだことによって、イタドリユージというスクナの器として誕生してきたんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。この受胎クソーズの作り方っていうのを考えてみると、父親となる樹齢、そして母親、そしてその間にカモノリトシの血を混ぜて産んでいるわけなんですよね。そしてこのカモ家の血が入っていることによって、長僧っていうのは赤血槍術を使っているっていう風になってきているんですよ。つまり受胎クソーズっていうのは父親と母親の間に生まれてはきているけど、その中に血を混ぜたことによってカモ家の力っていうのが流れているわけなんですよね。相伝の術式っていうのを長僧が身につけているっていうのを考えると、カモノリトシの子供として産んだわけではないけど、血を混ぜるっていうことによって相伝の術式を獲得しているんですよね。っていうのを考えると、スクナの血液ですよ。もともと人間だったスクナの血液を賢弱が保管していたとすれば、イタドリの母親っていうのは操って父親との間にイタドリユージを誕生させる、そしてそのイタドリユージの中にスクナの血っていうものも組み込んでいたとすれば、イタドリの中にはスクナの血が流れているっていう風になってくるんですよ。やはり器になる、それに適合するっていうことは、イタドリの中にスクナと適合できる部分がないといけないんですよね。そうじゃないと器になれない、つまり自分以外のものが中に入ってくるっていうところで拒絶反応のような形になってくると思うんですよ。それによってやはり器になれない人物っていうのは死亡していくっていう風になってくると思うんですよね。でもイタドリっていうのは拒絶するどころか自分の自我っていうのを保てている、自分の意思によってスクナを表に出したりとか、スクナから入れ替わったりとかっていうことができているわけじゃないですか。それっていうのはもともとスクナが自分の体の一部としてあったからこそ、自分の思い通りに出し入れすることができてるんじゃないかなっていう風に思うんですよね。っていうのを考えると、スクナの指を飲み込むよりも前にスクナの一部っていうのがイタドリの中に入っていたんじゃないかなっていう風に思うんですよね。
じゃあなんで虎杖には呪力がなかったのかっていうところにはなってくるんですが、やはり宿儺っていうのはすでに呪いに転じていたということで、もともと人間だった体にはね、その宿儺の呪力っていうものが完全になくなっている状態だった。そしてこの死んだ宿儺から血液を奪ったことによって、宿儺の呪力がないところから虎杖にそれを入れ込んだからこそ、もともと宿儺の呪力っていうのが虎杖には宿らなかったっていうふうに考えると、虎杖がもともと呪力がなかったっていうところにも納得はいくんですよね。そしてこの虎杖ってところに関してはね、過去には宿儺と結合ソーセージだったもう片方の双子の生まれ変わりなんじゃないかみたいな話もしたりしているんですが、やはりそれやったら虎杖の母親の中に賢弱が入っているっていう必要はないと思うんですよ。誰の生まれ変わりになるかっていうところに関してはね、親になったからどうこうできるところではないわけですよね。っていうところで、この親っていうところに賢弱が一枚噛んでいたっていうのを考えると、虎杖っていうのは生まれ変わりとかそういうのではなく、宿儺の一部っていうのがもともと入った状態で誕生させられたっていうふうになってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。そしてもう一つ思うところとしては、虎杖と宿儺の容姿なんですよね。この容姿ってところに関しては、今この虎杖の体を受肉した時の宿儺の容姿ではなく、本来の姿ですよ。目が4つあって腕っていうのが4本ある本来の姿っていうのを比べてみると、まあもちろん宿儺っていうのはね、腕が4本あって目が4つあるっていうところで、普通の人間とは少し違うような容姿をしているところではあるんですけど、よくよく見比べてみると結構虎杖の見た目と似てくるところはあるんですよね。あの宿儺の体っていうものを一人の人間に変えていったら、ちょっと虎杖っぽくなってきそうな感じがするわけですよ。それこそ髪色だってまさしく一緒なんですよね。でも虎杖の母親とか父親っていうのがね、白黒でしかまだ描かれていないので、髪色がどうだったのかってところでもあるし、おじいちゃんに関してはね、まあもともと虎杖みたいな髪色やったけど、老化によって色が落ちてしまったっていう可能性もなくはないので、あの髪色が遺伝なのかどうかっていうところに関してはまだよくわからないところではありますけど、虎杖の見た目っていうのが宿儺の本来の姿と似ている理由っていうのも、虎杖の中にもともと宿儺の一部っていうのが入っていた、宿儺の血っていうのが流れているからこそ見た目っていうのも少し似ていたんじゃないかなっていうふうに思ったりもするんですよね。っていうのを考えると、やはり虎杖っていうのは受胎クソーズが人間である母親と呪霊である父親、そしてその間にカムノリトシの血液を混ぜて生まれてきたように、虎杖っていうのは人間である父親と母親の間に宿儺の血液っていうのを混ぜて、賢弱っていうのが生み出した器になってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。はい、ということで今回は虎杖が器になれた理由についてお話をしました。ぜひね、このスネーカーもとくれましたらコメントよろしくお願いします。ということで今回の動画が良かった方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。それまた次の動画でお会いしましょう。